どうも、ピープルゲットレディの田尻です。今日はお気に入りの一着ということで、こちらの革ジャン、レザージャケットをご紹介させていただきます。ミリタリージャケットとか、レザージャケットにねお詳しい方はもうよくご存知だと思いますけど、こちらは G1 というタイプの、ジャケットで、アメリカの海軍が採用していたジャケットになります。こちらの、G1 に対してねよく名前が出てくるのが、アメリカ空軍が採用していた A2 ジャケットになりますね。アメリカの空軍が採用していたのが A2、 そして海軍が採用していたのが G1 というタイプなんですけど、どちらもねこう変化をしながらディテールが変わったりしながら、まあそういった A2 と G1 というモデルにまあたどり着いてるとか、もちろんその後もまたどんどんね、素材が進化したりしていって変わってはいくんですけど、やっぱりこの A2 と G1 っていうのはもうやっぱりこう革ジャンのね中でもかなり人気のアイテムとしてもう皆さんがね憧れてる一着だと思います。自分も学生の頃からも非常に憧れておりました。でね、面白いなと思うのが、アメリカ軍の中でも自分たちの部隊にやっぱ誇りを持ってますので、やっぱり海軍の皆さんはこのジャケットこそがかっこいいと、もう誇り高いと思ってこのジャケットを着るわけですよ。やっぱりかっこいい このジャケットこそがこうね選ばれたものが着れる、ね、一着なんだという感じで、やっぱりそのジャケットに誇りを持ってるわけですよね。だからまあ言葉変ですけど、ただの軍服というよりはもう自分たちのこうもう誇りを背負ってというかね、もうさまざまな思いを込めてこのジャケットを着用して、まあ戦争にね臨んでらっしゃったわけで、非常にねその軍人さんたちにも愛されていたし、時代が過ぎて現在でもファッションアイテムとしてやっぱさまざまなね人がこう魅了されるジャケットというところで、やっぱりこの形が残っているというのが非常になんか自分は面白いなと思いますね。もう本当軍服をねこう着てるっていうのが、まあこれだけじゃないですけど、さまざまなミリタリーアイテムがこうファッションアイテムとしてね昇華していってるというのが非常に面白いなといつも思いますね。で、このね G1 を自分は今所有をしているんですけど、以前はね A2 を持ってたんですよ。アメリカ空軍がね採用していた A2 を持っていたんですけど、その A2 がですね、こう自分がよく着用してこう店頭にちょっとこう引っ掛ける、自分のスペースに引っ掛けていたりするんですけど、なんとですねお客様にちょっとその A2 ちょっと譲ってくれないかと言われまして、でそのお客様の前にも以前ねやっぱりそのジャケット売ってくれないって言われてたんですよ。でそのお客様は例えばこういくらでどうってこう自分にちょっと言われてたわけですよね。で自分ももう本当愛着のあるジャケットだったんで、いやいやちょっとこれお売りできません、すいませんという話をしていて、でその時のエピソードを、2人目の欲しいって言ってくださるお客様にそのエピソードをちょっと話してたんですよ。そしたらその一人目のお客様にこういくらって言われたんだよねっていう金額からさらに上の金額で、田尻君もうこの金額でもう今日払っていくからそれも譲ってよって言われるわけですよ。でいやあとこうね非常にこう自分もこう愛着のある一着でしたので、そう簡単にはねこう手放すのもなとは思ってたんですけど、そのお客様がねご試着をされた時にサイズ感がまあぴったりだったんですよね。でちょっとストーリーとしてはその方が今までいろんな革ジャン着てきたけど、どうしてもこう心がね動く揺さぶられるのがないってことで、その中で自分の一着がね非常にこういいなと目に留まったってことで、しかもサイズもまあぴったりだったんですよ。でまあ自分もこうね古着屋というかお店をやってる以上これは僕のですってこうあんまりこうね売りませんっていうのもこうやっぱりお商売をしてる身分としてやっぱりそれもちょっとできないところがあったので、もうそこまで言ってくださるんであればもう誰々さんねもう来てくださいってことで、そのお客様にこうもうお売りさせていただいたんですよね。でその方はねもうバイクにも乗られる方なので、まあ、きっとねそのバイクのツーリングの時とかにね来ていただいてると思います。もうそれはそれでね良かったかなと思っております。で自分はその A2 がこうお客様のもとに旅立ってしまって、こう革ジャンがちょっとないと、こうミリタリー系のねジャケットがないなっていう中で、この一着はまた別の常連さんが、お求めいただいていて、お持ちだったんですよ。で
そのお客様はちょっとこう着こなしの雰囲気とかね、あのお好みがちょっと変化して、このジャケットあんまり最近着てないんだよねという話になって、ではっていうことで、そのジャケット自分がもう買わせていただけませんかということで、今度は逆に自分がね、あのお客様から購入させていただいたジャケットなんですよ。でこのジャケットは、福岡北九州若松っていうところで、製作をされている、革ジャンなんですけど、もともとはですね、革ジャンのリペアを専門にされてる、泉屋っていうお店さんがあって、その泉屋さんが、まあ、リペアも得意とされてる中でやっぱり技術をお持ちなので、自分たちのねオリジナルブランドということでハイノッチというブランドを立ち上げられて、その時にね制作されていた、日本製メイドイン、北九州若松の、ジャケットになるんですよ。これはでハイノッチというブランドで、実はですねピープルゲットレディでも、このハイノッチブランドの革ジャンをねお取り扱いさせていただいていたんですよ。でも職人さんがね引退された後にちょっと人手が足りないということで、もうリペアのね専門本あの元々本業のねリペアに戻すということで、あんまりこういったジャケット類の生産っていうのをちょっとされなくなってですね、それ以降ピープルゲットレディでもちょっとご紹介することが、まあ、できなくなったアイテムなんですけど、まあ、そういった意味でも、まあ、非常にレアというかね、まあ、貴重になってきた一着になります。でやっぱりね様々なあの日本各地からレザージャケットのこう修理のご依頼を受けられるような、もう本当に腕のいいリペア屋さんですので、もう要はこういったパーツ一つ一つがどのように作られているかっていうのももう熟知されている方たちなんですよね。だからこのジャケットに関しての作り込みももうものすごく丁寧にできていて、もう大げさじゃなくて G1 タイプでも A2 タイプでもこの泉屋さんが作ったジャケットのもう漂うオーラはもう本当にすごいです。だから自分があのお客様のね元に手放すことになった一着もハイノッチさんの A2 だったんですけど、やっぱりね引っ掛けてるだけでもうお客様の方にこうオーラがもう放たれてたわけですよ。もうそれはもうしょうがないというか、本当にかっこいいジャケットです。このハイノッチさんが作るジャケットはですね、泉屋さんが作るねハイノッチブランドのジャケットはもう本当にオーラがあります。でこちらの G1 タイプも、私が、買わせていただいて、もう今度はね絶対に これだけはもうちょっともうこれ手放すともう次がないので、もうこれだけはちょっともう絶対にね手放さずに自分がね愛用させていただこうと思っている一着なんですよ。でもともとはねやっぱりこの G1 と A2 と G1 っていうのはもうパッと見でこの襟元が違うんですけど、もともとはこのボアがついたね襟元がどうしてもおじさん臭いと、ちょっともうおっさんのアイテムって感じがこうしていて、自分もね昔はなんかこう敬遠しているところもあったんですよ。まあ G1 と A2 だったら俺はもう A2 だなみたいな感じだったんですけど、妙にねこの40を迎えてからこの A2 よりも G1 の方がなんかこう惹かれるようになっちゃってですね、まあ、これがまたこうボロボロに、まあ、擦れたり当たりがついてきたりね、こう色にムラができてくるとまたかっこいい渋さがね生まれてくるんで、今はこの G1 の方にねちょっと自分の好みがこう G1 の方に傾いてるんですけど、なんかねもう本当にこれは、そういった意味でこれから40、50ね、自分が年を取っていくにつれてさらにねますます自分に似合ってくれるんじゃないかなと思っております。でまあ、革ジャンってねどうしてもやっぱりこう重厚感があるというか、やっぱりちょっとね重たさがありますよね。こう革ジャン1枚こう羽織ってると迫力がありすぎるというか迫力が出ちゃいますので、今の気分というかね自分だったらこんな感じでというところでやっぱりちょっと明るめなあのちょっと柔らかさとかねリラックス感のある結構あのニットデザインニットなんかをインナーに入れたりとか、まあそれこそミッキーとかスヌーピーみたいなもうベタなねキャラクターものなんかをインナーに入れて、まあその上から羽織ったりしてこうちょっとバランスを取るじゃないですけど、こうちょっと革ジャンのこうねアクの強さというかちょっと迫力をちょっと中和するような着こなしでちょっと自分だったら今は使いたいかなと思いますね。
まあ、最近はね、あのお客様の中で革ジャンを探しているお客様って実はちょっと少なくなってると思うんですよ。で、まあ、革ジャンってね、やっぱりちょっとこう流行りのね時期でやっぱり革ジャンが人気が続いたらまたちょっと落ち着くこともありますし、いろんな理由があります。実はね、革ジャンってやっぱり日本製の、ブランドさんなんかだともう原材料が高騰したりしているので、もうどんどん値段が上がって、ちょっと若い方がねこう手を出すにはちょっとかなり難しい金額になってきてると思います。もう20万円30万円とかね、そういったゾーンに入ってきてますので、まあちょっとこう古着なんかで上手に見つけられるのがね賢い買い物かなとは思うんですけど、まあちょっと若い人にも、もう全員がとは言わないんですよ、革ジャンが似合う方とかやっぱり好きな方ってこう10人いたら10人みんな好きじゃないと思うんですよね。その俺やっぱちょっと革ジャン育てたいとか、もう革ジャンが憧れでという方がね、あの時々いらっしゃるぐらいがいいと思うんですけどみんな革ジャン着てたら変じゃないですか。あの変っていうのもおかしいですけどね、みんな革ジャン着てたらちょっとそれはそれでどうかなと思うんですけど、やっぱりこうね革ジャンに憧れる年頃とか、やっぱりね一着持っときたいなという方はねいらっしゃると思うんですよね。でそういう意味で、まあ、新品でもいいですし古着でもいいので、ぜひ これからのね着こなしの中にこうレザーアイテム、自分がこう育てていく一着というのをね見つけて着こなしを作られるのも楽しいんじゃないかなと、個人的には思っております。まあ、うちのねピープルゲットレディでも、コンディションのいいね、古着の革ジャンをできるだけね買い付けできるように頑張っていきますので、今後もねそういったのを楽しみに、チェックしてみてください。そんなわけで、今日はですねこの自分のお気に入りの、革ジャン、日本製、北九州若松でね作られていた、G1 タイプの革ジャンをご紹介させていただきました。皆さんもねぜひちょっとお気に入りのね育てがいのある一着を見つけられてください。本日もご視聴いただきありがとうございました。